結婚式で神父にキスをする夫夫は結婚している男性を指す。配偶者や家族との関係や社会的、法的な位置づけは時代や文化によって多様である。一夫一夫性文化においては婚姻関係中では一人の夫と一人の妻が存在することが認められ、一人の夫が妻を二人もしくは多数持つことは違法とされる。また逆に一人の妻が 多数の夫を持つことも認められない。副婚文化や一切多不正文化においては、婚姻関係に関わる男女は3人以上となることも、ある。男性同士で婚姻がなされる場合は、双方を夫と呼称する。多くの時代や地域において、通常の異性結婚においては、夫が世帯の主であり、唯一の稼ぎ手であった。パターナリズムの典型とされることもある。この構造は、 現在でも一部の文化で維持されている。夫婦が別居状態にあっても男性側の夫という法的地位は維持される。婚姻関係が解消されるのは離婚と死別という二つの場合があるが、離婚した男性は女性にとっての元夫と呼ばれ、妻に先立たれた男性は家父と呼ばれる。現代社会において夫は必ずしも世帯唯一の稼ぎ手とは考えられておらず、 むしろ妻の方が収入やキャリアで上回っている夫婦もある。この場合、特に夫婦に子供がいる場合は夫が家にいて主婦となるケースが少なくない。日本語における夫は男人が変化したものである。感知イ知ポ本名義賞では無この君としてお人が用いられている。結婚式の後、当事者の二人は配偶者としての社会的地位を獲得し、男性は 夫と呼ばれるようになる。異性結婚においては女性は妻と呼ばれるようになる。同性結婚では男性同士の場合は双方とも夫、女性同士の場合は双方とも妻とされる。個人のジェンダーに関わらず婚姻した二人の一方はもう一人の配偶者とされる。婚姻する男性は結婚式典中では新郎と呼ばれ、その後婚姻関係が続く限り、 夫と呼ばれる。また、夫という語は、社会観光上婚姻関係を語る上で用いられ、子に対する親としては、父の語が用いられる。結婚の未実施、離婚、死別などにより、夫でない、父が存在しうる。異性結婚が行われる際、新郎やその家族が、新婦やその家族から持参金を受け取ったり、逆に、嫁、賞を支払ったり、 またはその両方が交換される文化が存在する。西洋社会では持参金は、新郎の家で神父が暮らすにあたり、家財や召使いの整備に用いられたが、婚約が破棄された場合に、女性側に返還されるための担保金の側面もある。婚姻が成立すると、持参金は、夫の負荷、譲るの資産となる。夫が妻より先に死亡した場合、妻は、 未亡人と呼ばれるようになり、その生活を支えるために、夫の遺産の半分もしくは3分の1が、カフさんとして支払われた。男女が婚姻した証として、双方が結婚指輪をつける文化がある。どちらの手のどの指にはめるかは、地域や文化により異なる。イスラーム教の婚姻についての法によれば、夫は家庭と妻たちの保護者である。そのため、法的、経済的、 家庭的な面において、妻より多くの権利を持つとともに義務を負っている。婚姻に関するイスラーム法や文化は、そのほとんどがクルアーンに依拠している。多くの場合、ムスリムの夫婦は、完全に対等な関係を互いに求めることができる。イスラーム教は、世界に多くの信者を持つ、主要宗教としては、唯一一不多の福婚を認めている。これは、 イスラーム教早々期には戦争で戦死する男性が多く未亡人となった女性を生き残った男性が扶助する必要があったためである。ただし、夫が持てる妻は4人までとされ、全ての妻を公平に扱うことが求められている。イスラーム教では結婚した男女以外の間での異性関係を厳しく禁止している。夫である既婚男性であることを示す。 外見特徴として定められているのは、結婚指輪のみである。インド文化圏では、伝統的に夫の家に妻が入る。夫は妻を養う義務があり、また、それを果たす能力があることを示さなければならない。ヒンドゥー教では、結婚する男女の縁は7回の転生にわたり、維持されるものだとされている。また従来は、ヒンドゥー教とは、離婚を一切認められていなかった。 1750年以前は男女は同権であるとされていた。1951年、再び男女同権が規定され、また離婚も合法化された。キリスト教では聖書に基づいて夫にいくつもの務めを求めている。セウソヒズワイフ古代ローマから近代に至るヨーロッパのキリスト教を中心とする社会においては、夫は自らの祭祀や召使い、 家畜を保護し扶助する義務があった。また父親としての夫は母親としての妻よりもはるかに大きな子に対する権威を有していた。この文化圏においては副婚は認められず一夫一夫性が大原則であった。中世から近世のヨーロッパでは恋愛結婚は珍しかったが近代以降はその重要性が語られるようになった。恋愛結婚が一般化するまでは 夫は法的な独立性のない妻よりも大きな社会的影響力を有していた。世俗化が進んだ現在のヨーロッパでは夫婦は陽動な権利を有するとされている。民事婚においては男女問わずより裕福な配偶者がもう一方に扶助料を提供し、これは夫婦が離婚した後も継続されるのが一般的である。それぞれの配偶者は 相手が無能力状態に陥った場合、その法的代行を務めることが認められている。また夫は妻の産んだ子を自身の実施であると認知した場合、その子供に対する責任を負う。明治時代に民法が制定される以前の日本では、妻の財産は衣服と兄弟を除き、すべて夫に渡るものとされていた。 中国では中華人民共和国が成立したことによって伝統的な家法の改革が行われ、1950年に包括的な婚姻に関する法が制定された。ここでは財産の所有権や管理権について夫婦が同権であることが規定された。一夫一夫性社会においては配偶者以外の誰とも性的関係を持たないものとされているが、歴史上ほとんどの文化権において 特に夫が複数の女性と関係を持つ、時には妻に近い扱いをした例が少なくない。男性の貫通が罪に問われたのは、夫婦の家に愛人を連れ込んだり、公的なスキャンダルに発展した場合くらいであった。このようなダブルスタンダードは、現代のイギリスやオーストラリアなどの離婚法にも見ることができる。女性の貫通はそれだけで、離婚の根拠となり得るが、 男性の貫通は特定の状況下でない限り離婚の根拠とされない。フィリピンでは女性は夫以外の男性との1回以上の性交症で貫通罪に問われることがあるが男性にかけられるのはより軽い内縁罪でしかも愛人を家に留め置いたり同棲したりするかスキャンダル事件に発展しないと成立しない。一般に貫通や不倫は定説の侵害であるとみなされている。 歴史的に貫通は非常に重い犯罪であるとされることが多かったが、それでもなお離婚などによって関係を合法なものにする手段は残されていた。また貫通は夫婦間の財産分配や子供の社会的地位、看護権などに大きな影響を及ぼす。ありがとうございます。